はい、皆様どうも、サンガシTVでございます。今日はですね、毎年旧正月って言われる、今年はね、令和2年は2月の6日の日に行われます裸祭り、天下の奇祭、神宮のね、裸祭りについて、ちょっとね、神社の鈴木さんにいろいろね、聞いてみようかしらという話でございます。この参道はね、裸男、ふんどしを締めたお兄様とかこうね、行き来するだけの道になって、両サイドのね、この板の向こう側にこう観光のね、参拝の皆さんが並ぶという具合になっております。ちなみにここのね、壁の向こう、板の向こうね、こういった具合にね、ちょっとね、入れないように、敷居がしてありますね。これ入ってくるとね、結構危ないかもしれない。で、横ね、ここ桟敷席って呼ばれる、そのカメラマンの皆さんとかね、がこちらに陣取ると。例年この辺からね、その神男って呼ばれる、今年はまだね、現時点では分かってない、もう分かるんですけれども、くじ引きがで決まる、神男が決まって、その神男がこの辺から出てくると言われております。どっから出てくるかはいつもね、分かんない。で、このね、裸祭り近づいてくると、こうやってね、いろんな装備がされてます。これも本当に裸祭り用の櫓も立ってますし、ここはね、警察の皆さんとかが、報道の皆さんとかがここにね、登ると、神宮神社の楼門でございます。ね、裸祭り用に装備がね、されております。ここにね、またね、報道用のドーンとしたね、櫓が立つかなという具合でございます。お、さあ、こちらのね、本殿の方もすでにですね、こうちょっとね、この辺から装備が変わってきております。いろんなね、場所からお餅を奉納するっていうことで、お餅奉納用のスペースがどんどんできてますね。さあ、この辺は正月にはなかったんですけれども、お餅をね、どんどん置いていくスペース、ここから入れてここにこうね、並べていく、その辺はね、すごい、この辺もいっぱいになりますんでね、注目です。さあ、今回もですね、やっていきましょう。唐突に始まりましたけど、神社の鈴木さんでございます。はい、神社の鈴木さんです。はい、今回はですね、神宮神社の裸祭りのもう直前スペシャルですよね。はい、そうですね。半分、はい、で、まあ、裸祭りについていろいろちょっと、教えて鈴木さんということで、今日もね、神社の鈴木さんにいろいろお伺いしてみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。絶妙に届かんすか。ああ、それあれです。一番の見どころは、はい、本当はですよ、本当は俺ここの画角が一番好きなんですよ。この画角がすごく好きで、なんでかというと、決まった後にネギさんが降りてきて、はい、まあ、例えばここの人が新男に決まったとすると、はい、ネギさんこう真正面に来て、はい、愛白手っていうのをやるんですよ。ネギさんがこうやってパンと叩いた後に、はい、新男がパンと、でもう一回新男がやって、ネギさんがパンってやって、ここで鉄章所役と直井人の絆ができるというか、一番最初のこの接点なんですね。はい、でそこにまずこう祭りの鉄章所役と直井人とのこの一発目のドラマが始まるというかっていうのが選定式の一番の見どころなんですよね、実際は。はい、そこが一番俺としては男のドラマというか祭りの一番いいとこがそこなのかなっていうふうに思いますけどね、私としては。はい、だけどなかなかそこはまあ基本的には報道は、ね、報道の皆さんこちらに座ってて、はい、なんだかっていう感じのもんで、あんまり取り上げられはしないですけど、うん、その愛白手っていうのが一番パンとゴンってくるんですか。心にジンときますね、私は基本的に。教えて鈴木さん第2弾ということで、はい、今回は、裸祭り、はい、直井神事についてちょっといろいろお聞かせください。はい、よろしくお願いします。お願いします。
じゃあ多分あれです、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ね、神社の作法、神宮神社のバージョン2でございます。今回は、間もなく開催される裸祭り天下の記載ですよね、はい、これのまあ直前のスペシャルということで、まあ、どちらかというと参加する新、裸男向け、うん、そうですね、もそうですし、まあ、一連の流れを説明といいますか、はい、こういう神事があるんだよっていう話をして、はい、そっちに触れていきたいなと。そうですね、はい、お願いします。早速なんですけど、今年の裸祭りはいつ、はい、今年は、2月の6日の木曜日ですね。木曜日、はい、天気とかは関係なく、はい、天気は関係なく、雨が降ろう、雨だろうが雪だろうが、雪の年もあったようですね。やっぱり雨の年もありますし、まあ、あの参加される方が足元がもそうですし、はい、体温が下がってしょうがないっていうのが雪雪の方がけど参加しやすいっていうのは聞きますね。ああ、確かに確かに、雨の方が多分ずっとそうじゃないですかね。ずっと寒いんで。そうですね、うん、私は参加したことがね、もみ合いはないので、はい、あれですけど、うん、よく聞くのは雪の方がまだマシだっていう。あ逆にマシ、逆に、うん、裸祭りの映像に関しては、いろいろ流させてもらうんですけれども、こういった感じになってます。裸男っていうのはこれはどういう役割を、各地域から参加されるふんどしを締めて、参加されるのが裸男って言われる人たちですけれども、はい、基本的には直井笹っていって、お祭りに参加できない、はい、女性だったり、高齢者の方だったりお子さんだったりっていう方たちの、役とか、まあ、いろいろな願いを込めた直井笹っていうのをまず奉納をして、はい、でその後にもみ合いに参加される方が多いと思いますけれども、で、ふんどし締めた方たちっていうのは基本的には、厄年の方たちが多いですね。だから40代、はい、の方たちが多くて、そこを中心に、若い方もいらっしゃいますし、最近だとあの赤いふんどし締めた還暦の方とか、はい、元気な方だとあの別に決まりはないんですけど、紫のね、古希とかっていう風に皆さんいろいろふんどしの色を変えられたりして出られる方もいますけども、やっぱり参加をして、新男に触れて役を落としたいっていうのがまずは。あ、新男に触れる。そうですね、なるべく触れたいんですよね。なるべく触れたいんだと思います。はい、こればかりはね、僕も参加をしてるんですけれども、なかなか難しい話でのようですね、はい、何時頃から朝はスタートになるんですか。朝神社としましては、午前中はですね、笹の奉納されるのは、最近だと当社のボーイスカウトの子たちと、はい、あとは古生地区って言いますけれども、はい、おけたいの地区になります。はい、まあ、おけたいって言ってもなかなかね、分かんないと思うんですけど、はい、もみ合いがあんだけ人がたくさんいて摩擦がすごいですので、まあ、命水って言われるぐらい大切な水をまくのを代々ずっとやってくれてる地区っていうのが小池正明寺地区で、まあ、略して古生ってこの辺では言いますけれども、はい、そういう人たちの、子供たちが午前中に笹の奉納をして、でまあ、およそ午後ぐらいからですね、大体ざっくりでお昼ぐらいから、笹の奉納が皆さんやってきて、はい、で笹の奉納をしていただいて、基本、神社からずっと言ってるのは、午後3時までに笹の奉納をお願いをしております。午後3時、はい、午後3時までに
これを見てくださってる各地区の皆様、はい、笹の奉納予定の皆様、午後3時までに、うん、笹を奉納し終えると。はい、そうですね。なぜならば、まあ、基本的にはあの裸祭り、裸祭りと言いますけれども、はい、まあメインっていうとあれですけど、あの神事が直井神事、正式名称は直井神事と言いますけれども、はい、それが3時から、再興されます、はい、これはもう変わりないです、はい、ずっと3時からやってますので、3時から再興されますので、それまでに納めていただいて、皆様あの参道の方でお待ちいただくっていうのが あるべき姿かなと言いますか、形としては一番綺麗な形だと思いますね。要は長かったのはその直井神事にかぶってしまってたってことなんですね。そうですね、お祭りに、うん、完全にかぶってしまってて、はい、ちょうど多分外からだと何も見えないので、はい、分かんないかと思うんですけれども、はい、まあ、拝殿に、まあ、前日、はい、今年ですと2月の5日か、はい、に、大鏡餅、はい、今年は名古屋市西区の奉賛会から、大鏡餅の奉納がありますけれども、はい、その鏡餅に隠れた裏側、御本殿側では3時に必ずお祭りが始まります、はい、でそこで、お供え物をしたりっていうのが3時に始まるので、外からじゃまず見えないんですけど、はい、まあ、それが始まってるので、それ前までには必ず3時にはピタッと皆さん奉納を終えていただくと、はい、何かと全部スムーズにいくかなと。ああ、なるほどですね。なので、改めて3時までに全ての笹の奉納を終えると、で参道でその神男が出てくるのを待つというのが、まあ、今年のスタイルでお願いしたいと。そうですね。ちなみにこの、まあ、裸男として参加をたくさんされると思うんですけども、じゃあそれ見たいよと、はいはい、参加してみたい、そのお祭り裸ではなくて観客として参加してみたい、そういう皆さんは何時頃から来るのがおすすめといいますか電車とかちゃんと動いてますか？電車は名鉄さんが毎年ご協力いただいてまして、まだちょっときちんと広報は出てないかと思うんですけど、名鉄さんの方での、はい、増設してくれるようです、当日の車両を、はい、例えば普段6両のところを8両にとかっていうふうにご協力をいただいている部分もありますので、その辺はちょっと名鉄さんのホームページに多分近々上がるであろうと思いますので、それを確認していただいて、電車は動いてますので、いわゆる珍しい手の踏切もやってくれてるんですかね。踏切をこうあれを閉めずに、はいはいはい、手でこうあやってくれてるんですね。ちょっと本当に私たち申し訳ないことに、当日はずっと私たちも中でお祭り奉仕してるので、はい、外の様子が全然わからないっていうのが実のところでありまして、うん、でいろんなところで本当にもう名鉄さんもそうですし、警察の方だったり、はい、まあ、市の方だったりっていうのは皆さんいろんなご協力をいただいてできるお祭りっていうのがこの裸祭りなので、そうですね、はい、おすげえお祭りやってるじゃんっていう感じで参加するのもよし、電車も珍しい動きをしてるからそれを取りに来るもよし、そうですね、いろんな楽しみ方が、うん、そうですね。ちなみにこの裸祭り直井神事の、始まる本ちゃんといいますか、2月の6日が、はい、そのよく言われる当日ですね。当日その前の段階からいろいろあると思うんですけども、はい、いつ頃から何が始まるっていうのは教えていただいても、ね、今年だと、1月の26日の日曜日から、始まります。でこの26日っていうのが締め柱立て式っていうのお祭りと、はい、直井人選定式、はい、ここで、先ほどから出てる新男さんが決まります、はいはい、旧正月の2日っていう日にちから始まりまして、最終的に、いろいろ終わるのが旧正月17日、これはまとい神事って言って、その年の豊作をお祈りするお祭りになってます、はい、なので流れとしては1月の26日に、締め柱、選定式っていうのがありまして、その次にですね、締め柱っていうのは楼門の向こう側、その宝宮神社の楼門の向こう側にドンと、うん、そうですね、立つ、もう一つ、もう一つが第二の鳥居のところにドンと立つ、立つで直井人選定式っていうのはまさにこの場所で、そうです、
ここの場所で新男が決定するという場所になります。な、今見えないですけど外からは全く見えないので、あの池田さんに入っていただいて、はい、26日の様子というのも見れるかと思います。こう見に来ても閉まってるんですか？閉まってます、はい、静かに決まると、はい、なので、今回僕がですねその様子をちょっと皆さんにお伝えできたらなと、はい、そうですね、思っております、はい、なかなかないので、はいはい、ニュースでたまにありますけれども、そんな長々と映すようなことでもないですけれども、一応、ね、一部始終池田さんには見ていただいて、はい、2月の3日ですね、今年ですと、2月の3日旧正月の10日に、新男さんの参籠三日三晩、新男さんはここのちょうど直井殿という建物ですけれども、ここに、おこもりをして心身ともに清めるの、スタートが、その2月の3日の参籠になります。それで参籠をして、次の前日ですね、裸祭り直井神事の前日2月の5日、はい、午後7時から、長夜神事というお祭りがありまして、まあ、無事、直井神事がご奉仕できますようにというお祭りが、まず長夜神事、前夜祭といいますか前日祭といいますか、はい、があって、これはあまり広報はしないんですけれども、2月の6日当日、はい、朝5時から、直井人の一番祈祷というものがございます、はい、で、神社も合わせて、その日は朝の5時からご祈祷、皆さんのご祈祷もスタートしている。で、5時からというのは結局は一番祈祷がその時間から始まるので、昔からずっとその裸祭りの当日は朝の5時からご祈祷を受け付けしてますよと、はい、でその後に、ようやくですね、はい、2月の6日の午後3時から直井神事で、その、翌2月の一応7日になりますけれども、はい、午前3時夜中ですね、はい、夜中の3時に夜直井神事というものがありまして、はい、ようやくそこで新男さん、全ての大役を終えられて一旦ご自宅の方に帰れるというのが一連の流れになってますね。その辺をこうサポートされる、いわゆるあの鉄商会って言われる、はいはいはい、あの例えばその新男さんを引き上げたりとか、はい、いろんなこうサポートをされてらっしゃる方、はい、そういう皆さんはどういう皆さんなんですか？鉄商会の皆様は、はい、歴代の直井人新男の奉仕者、ね、奉仕者、はい、なので、鉄商会の方たちは皆さん新男を、そうです、元新男です。皆さん去年の新男さんは今年は鉄商会のメンバーとして参加されると、ね、はい、歴代の皆さんが参加されるそうです、はい、そういう流れになってますと、はい、そういう皆さんを集めて鉄商会、そうです。でなんで鉄商会って、ね、なんか鉄商会っていう名前だけいろいろこう、はい、一人歩きしてるような感じもあるかもしれないですけども、はい、直井神事の時に実は神事にすごく関わりのある名前でして、はい、お鉄商って言ってすごく大きな榊ですね、はい、を当社ネギがそれは務めますけれども、鉄商所役という、はい、鉄商って鉄に、アイアンマンのアイアンに、はい、矛、金辺にの矛ですね、ですね、はい、鉄商っていう漢字を書くんですけど、はい、それが祭りの中心といいますかすごく大事な部分でして、もみ合い中お拝殿で、はい、その鉄商所役ネギがもみ合い中ずっとその大きい榊を、ご神宝のオーナルスーツっていうのがそれにはついてるんですけれども、はい、ずっと振って神男さんを導くっていう一番の役割でして、それをずっと振ってっていうお鉄商が名前の由来になってます、はい、からの鉄商会、はい、そうです。だからその白装束、はい、白衣に鉄商会って書いてあるのを着てらっしゃる方は、はい、基本的に神男経験者と、はい、いうことですね、はい、元神男ですねというところで今の、ね、質問も含めてこれが
この裸祭りの一連の流れ日程になるんですね、はい、26日日曜日26日から、はい、スタートして、ではその本ちゃん本番に関しては例年この中京地区東海地区だとテレビで、まあ、ほぼほぼ生放送生中継をやってますもんね、うん、していただいてますね。なのでまあその日大体夕方ですね、テレビビッてつけてもらうと大体この辺っていうのをこうヘリコプターからババババっていってるわけですね。そうですね、改めてちょっと違う質問といいますか、決まり事をちょっと聞きたいんですけれども、はい、まあ、去年から新しく裸祭り参加心得、はい、見学心得ができましたね、はいはい、そうです。これについてちょっと教えてもらってもいいですか。はい、去年一昨年ですかね、はい、事故がございましたので、未来永劫伝えていきたいお祭りが裸祭りでございますので、はい、神社としてもこういうふうに参加していただいた方がいいなと、こう皆様で、まあ、ルールじゃないですけれども、万が一何かあった時とかっていうのを皆さんの心の中に留めておいて参加してもらった方がいいなということで、まあ、警察さんとかいろんなところで考えて参加心得というのを作りましたけれども、はい、基本的にはまずはふんどしで参加される方、裸をして参加される方っていうのはですね、神社のホームページにも実際、はい、上げておりますので一度ご確認いただいたり、今日が1月の22日、はい、昨日一昨日と、はい、説明会が、はい、勤労福祉会館の方であったかと思いますけれども、そこでも当社の、松田権禰宜が、はい、出向いて警察の署長さんだったりという方たちから、皆さんに、説明をいたしましたけれども、基本的には参加される時っていうのはですね、ふんどしに名前、自分の基本ふんどししか締めてないので、はい、ふんどし1枚なので、そのふんどしにですね、自分のことが分かるように、お名前とか、はい、ご住所電話番号っていうのを、書いていただいた方がまずは安全だよねと、はい、何かあった時にすぐ身元が分かるというのが一つありますので、はい、それはどこに書くとかそういう決まりはあるんですか。ですね、決まりはないんですけど、はい、見てすぐ分かる場所がいいかなと思いますので、例えば、まあ、ふんどし垂れてますので、はい、ふんどしのここの垂れの部分にお書きいただいたり、なんせ見てすぐ分かる部分に、まあ、例えば背中のここの巻いてる部分にお書きいただいたりっていう風に。これ参加してると分かるんですけど、背中に直接マジックで書いてる人も結構おりましてですね、はい、携帯の番号と自分の名前が背中にこう油性ペンで書いてあるっていう、これ結構消えちゃうんですよね。そうですね、うん、なのでできたらふんどしにね書いていただいた方が消えませんし、はい、まあ、心置きなくもみ合いにも参加できるかなと思いますので、まあ、肌に直接も、まあ、それぞれですけどもまあ基本ふんどしに書いていただいた方が皆さん見やすいかなと。そうですね、何かあった時に困りますので、はい、これが一つ目、はい、一つ目のふんどしに、名前、はい、連絡先などが分かる情報をちょっと書いておくと、はい、確かに本当ね酔っ払ったり、はい、まあ、どうしてもお祭りですのでね、各地区でお酒を召し上がれる機会っていうのが多いかと思いますので、まあ、あまり飲みすぎて参加されると本当に危険なお祭りですので、その辺は皆さんのね、自分の限界は自分が一番、はい、知ってるかと思いますので、その辺はお気をつけいただいて、ただ寒いですのでどうしてもお酒ね飲まれるかと思いますけれども、その辺だけ自重していただきながらご参加いただければなと。笹法能についてちょっと教えてもらっていいですか。はい、参加される際に、はい、その地区の参加できない方たちですね、はい、もみ合いに参加できない人たち、女性だったりお子さんだったりっていう皆様の願いを込めた、笹、はい、直井笹なんですけども、こんぐらいの綺麗にお名前とか、はい、年齢を書いていただいて、奉納する
直井座っていうものがありますけれども、それを奉納する際、各地区から皆様ね、わっしょいわっしょい引いて来ていただくんですけども、はい、その際にやっぱり結構大きいんですよね。大きいものだと何メーターぐらいあるんだろうな。10、ね、結構な大きさ、2、3階建てぐらいの笹が多く見られますけれども、はい、やっぱりそれっていうのが皆様のね、願いがこもった笹で神社に奉納するっていうものですので、まずはそれをきちんと扱っていただきたいなというのが神社としては思うところでして、よく見かけるのが笹を立ててすごいでかいですよね、はい、すごい大きい笹を立ててそこによじ登ってまあ、お祭りなのでどうしてもハイテンションになっちゃう部分もあるかと思うんですけれども、はい、ただそれによじ登るっていう行為はすごく失礼な行為ですし、皆様の願いがこもった笹っていうのを皆様にはそれぞれ地域の方がそうですけれども参加されるふんどしの方にはそれをきちんと理解した上で奉納していただきたいというのが神社としてすごくありますので、その辺は重々理解していただいて、奉納に来ていただきたいなと。で、まあ、あと立てる行為自体が大きいですので危ないですし、まあ、倒れた時に何があるかっていうのはもう皆さんいい大人ですのでね、分かるかなと思いますので盛り上がっていただくにはすごくありがたいですけれども、はい、その立てる行為とかよじ登る行為、もしくは足毛にする行為っていうのはすごく失礼な行為ですので、その辺だけはご遠慮いただいて参加いただきたいなと思います。これがその笹に関する心得と、ね、はい、ちょっと次の質問といいますか心得を聞きたいんですけども、はい、裸もみ合いの心得、はい、もみ合い、そうですね、はい、もみ合いもみ合い、なんかあんまり聞き慣れない単語かなと思いますけれども、さっきから何回かもみ合いもみ合いって言ってるけどそうですね、もみ合いって何ですかって話からちょっと、そうですね、先ほどちょこっと話に触れたかなと思いますけれども、ふんどしで参加される方っていうのは、はい、新男さんをめがけて皆様ガッと、まあ、例年ですと一応昨年だとふんどしで参加された方っていうのは9000人近く、9000人、はい、1万人近い参加があったかと思いますけれども、はい、今年は去年は平日じゃなくて日曜日でしたので、はい、多くのご参加あったかと思いますが、今年は平日ですので、まあ、そこまではいかないかなと思いますけれども、多くの方ご参加いただくので一人の神男さんめがけて何千人っていう人が群がりますので、はい、こうガーってなるのがそれがまずはもみ合いですよね。でそのもみ合い中っていうのはまあ、なんとなく想像はニュースとかで流れてるの で、はい、で今年も池田さんにも撮っていただくご予定になってますけれども、はい、危険ですね、すごく危険です、危ないかと思いますけれども、ただ皆様やっぱり毎年ご参加される方もいらっしゃいますし、これ僕もそのもみ合いに参加をして、はい、中心部に行って神男さんを実際にこう触った経験があるんですけれども、はい、中の方に入っていくとどんどん音がなくなっていくんですよね、周りの周りの音がどんどん消えていって、ただ水がかかってる状態、はいはいはい、で自動運転的に自分の予期せぬ方向に体が勝手に動き続ける状況になります。もう自分の力では何ともならない、KB ゼロのコンサートみたいななるほどっていうのがあるので、はい、そのもみ合い中 の、 参加の心得といいますか、はい、何かあった際、例えば転倒してしまった際っていうのは、はい、まず自分の身を自分でしかもう守れない状態になってますので、はい、うつ伏せになってうつ伏せになって、はい、で身を縮めていただいて怪我をしにくい体勢っていうのをまず取っていただく、はい、っていうのを心得でまずは挙げております。であとはですね、
先ほど池田さんがおっしゃってた通り音が何も聞こえなかったり、すごく皆さんの声が聞こえる位置もあるかと思いますけれども、はい、皆さんで声を掛け合っていただいて例えば下に人が倒れてるよっていう状態を見つけたならば皆さんでそこは声を掛け合っていただいて助けていただくっていうのがすごく大事かなと思いますのでその辺は重々皆さんとどめていただいて心に転んでしまった場合はもう本当にそこは声を掛け合って引っこ抜くとそうですね本当にすごい人じゃないですか、うん、正直引っこ抜くとそうですね助けていただいてで倒れちゃった人はもう自分の身は自分で守ると、はいはい、そうですね本当警備員ゼロの状態ですからねそうですよね本当に、うん、でこの例えば触れましたこの出たいですって言っても出れないんですよねそうですよねうるせえって言われますんでそんな状態なんですねだからその辺本当体調面とかもちゃんと万全じゃないと、うん、本当逆に舐めてかかると本当に食らっちゃいますんでね、うん、そうですね本当に危ないですので、はい、だからお酒飲んで来ていただくのはいいんですけれども、はい、例えば周りの人がこいつもう酔っ払いすぎだろうともう泥酔だなっていうのはもう皆さんで止めていただいてもみ合いにはもう参加させないっていうのも一つ大事なことになってくるかなと思いますので参加こうさんやってるところを見に来る皆さんに対するこの心得、はい、これちょっと教えてもらっていいですかそうですね多くの方がいらっしゃいますのでもみ合いのところはこう区切られて、はいもみ合いの人参加されるところはその中にいらっしゃってその外に、ご参拝いらっしゃった皆様 いますけれども、ほぼ境内は埋め尽くされた状態になりますので、はい写真コンテストで写真撮られる方だったり、まあ、記念に写真を撮りたいとかっていう方が多くいらっしゃるかと思いますただ、多くの方いらっしゃいますので脚立に乗っての撮影であったり、踏み台これは完全に禁止になってますので、そこだけはお気をつけいただいて、写真を撮っていただくというのがまず一点ですね三脚を脚立を立ててそこに登って写真を撮ったり、はいはい、踏み台をこう引いたりすると危ないっすよっていう話ですよね、はい、そうですね、まあ、ご自身も危ないですし例えば脚立が倒れた先に人がいて押し潰されちゃうっていうのは考えられる事故なのでそれは本当にご遠慮いただきたいというか禁止になってますので禁止になってますので、はい、持ってきても使うと、はい、いわゆる当局から怒られますよねそうですね怒られてしまいますので持ってこないでください手持ちで頑張りましょう手持ちで、はい、あともう一つはい昨年、はいニュースにもなりましたけれども、はい、ドローンの撮影は禁止になってます空撮は禁止です空撮って言ってもこう2種類あると思うんですけど申請のいるやついらないやつと両方ともやばいですとそうですね、はい、もうドローンは何かあってからでは本当に遅いですので高い位置からドローン自体が不具合で落ちてくるとか何か故障して落ちてくるってことは重々考えられますのでドローン の飛行撮影は禁止になってますのでお願いいたしますとやると必ずその日、はい、翌日ぐらいにニュースで名前が出てしまうのでこれは絶対にやめましょう、はい、お願いをいたします、まあ、あとは楽しくですかそうですねはい本当に楽しくいっぱいお店もありますし、うん、そうですね、はい笹を奉納して帰ってきた裸男から直い切れをもらうもよし、うんね、みたいな感じですね、はいはい、では続いてのが鈴木さんからのこの心得的な神社としてのそうですね、はい、をちょっと教えてもらえると最終的に、一応神社のホームページに、この裸祭り参加心得というものが、ございますので
一旦、参加される方は目を通していただきたいと思うんですけれども、昔は裸祭りだから何事も無礼講っていうことが、あったかと思いますけれども、それは本当に遠い昔の話でございますので、警察の方の指示に従って、法令遵守で、動いていただきたいというのがまずございます。で、裸の集団ですね、統括される方だったり責任者の方っていうのはですね、きちんと手順を踏んでいただいて道路使用許可とかっていうのも申請がございますので、参加者全員にその心得っていうのを周知いただきまして、皆さんのご協力のもと裸祭りを行っていきたいと思いますので、その辺はよろしくお願いをいたしたいと思います。本当に、1250年という長い時間続いているお祭りでございますの、青い神事というものが、これ、今後もずっと伝えていきたいお祭りですので、未来永劫裸祭りというものを残していきたいという思いは、皆さん一緒かと思いますので、皆さんご協力いただきましてご参加の方をよろしくお願いいたします。いや、いろんな話をありがとうございます。いや、去年の直井ギルとか、お札とか、これが実際の笹ですね。これは神社で、準備したものになりますので、はい、多分各地区で、ご準備はいただいていると思います。で、はい、例えばこの地域じゃなくて法参会がないもんでっていう方たち、はい、お参りに来た方たちの、中心に神社が、少し前からですけれどもご用意をして、うん、このように結んでいただくというものになってます。朝の9時から夕方の4時までご準備はしておりますので、はい、来ていただければバッチリですね、はい、よくご質問があるのが、はい、神男さんってどこに引き上げられるんですかっていうご質問あるんですけど、はい、実際今見ていただくとよくみんな頭ぐらいの高さかなみたいな、はい、って聞きます。結構高いイメージなんですけど、イメージですね、やっぱね、ニュースとかで映ってるのがそうなんですけど、実際そんなに実は高くない。これはもう完全に裸祭りの当日用に補強された状態の、ね、仮設のものがこういうふうに鎧をつけた状態ですよね、はい。私立ってみると、はい、実際このぐらいの高さなんですよね。あれ全然腰ですね。ここに引き上げられる。テレビでよく見かけるのはこの辺からのこう、そうですね、ちょうど頭の上にね、はい、からこう引き上げてるので、このぐらいの高さかなって思われますけど、はい、実際はこのぐらいの高さ、はい、人がいるのでどうしても高く見えますけども、はい、高さとしてはここから引っ張り上げられると。そうですね。で、この上を見るとこうパイプがこうぶわーっとあるんですよね。そうですね。これは何かって言いますと、ここから水が出ると。そう、これ水が出っ放しになります。当日ここからぶわーっとシャワーですよね。そうですね。今職人さんがこのように、はい、ご準備をいただいてて、本当に忙しい時期になってます今は。そんな忙しいところに大変失礼ですが、ちょっと潜入をしたいと思います。今日もいろんな話を、はい、鈴木さんありがとうございます。ありがとうございました。次回は1月26日、はい、26日選定式ですね、はいはい、これもぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。